ちなみにさん、はい、いつもあの、まあ、ダイエットするなら、うん、こうウェイトトレーニング、うん、プラス、まあ、食事制限をした方がいいよってお話伺ってるんですけど、うん、あの炭水化物抜きダイエットってあるじゃないですか、うん、ああいうのってどうなんですか？ あれは取り入れ方によってはすごいいいですね。で僕も実際にあのまあ僕たちのようなボディビルを本格的にやってるあのボディビルダーがあの最後の完全に脂肪をなくす時にも結構取り入れてる方法なの で、はい、で昔はそれが体に悪いけど大会のためにしょうがないっていうことでみんなやってたんですけども、はい、実際それで体を壊す人もいなかったですし、はい、あの今は科学的にそれが体に悪くないっていうのは分かるので、はい、ただ炭水化物抜きダイエットっていうのはいろいろなところで手回りすぎて、はい、かなり間違った方法やあとそれだけでは、はい、ダイエットとして成功しないのでもうちょっと工夫が必要ではありますね。へえ、どういった工夫なんですか？まあ、まず炭水化物抜きダイエットで、あと筋質博士っていう人が言ってる方法としては炭水化物、まあ、糖質ですね、はい、あの炭水化物っていうのは糖質の中の、はい、一種ですから糖質っていう言い方をしますけども、はい、あの糖質中毒に現代人はなってるっていうことが言えるんですよね。糖質を取りすぎ、糖分を取りすぎと。そうです。あのアルチューと一緒で、アルコール中毒と一緒で、はい、糖質中毒。はい。あのいかにも現代人は糖質を食べないといけないみたいな、ご飯のたんびにお米とかパスタとかうどんとか、はい、なんか食べなきゃいけないみたいなそういう風になってるじゃないですか。はい、ご飯を毎回取った方がいいみたいな。そうですね。逆に言えばもうご飯イコール、まあ、ご飯って言ってるぐらいですから、糖質がご飯っていう風なイメージになっちゃってるじゃないですか、はい、ただこの糖質を取らなきゃいけない文化っていうのは人間の長い歴史のうちのほんのちょっとの間だけなんですよね。最近どうですか？そうですね、うん、まあ、あのよくよく考えれば分かることなんですけど、まあ、国によっては例えば一年中果物があったりするところもあると思うんですけど、ほとんどの 、はい、あの場所では農耕が盛んでない限りあの糖質を定期的に取ることはできないはずなんですよね。あ、なるほど。結局その人間の長い歴史の中の間であの農耕できるってほんのちょっとじゃないですか、はい、この間だけなんですよ、糖質をしっかり、はい、取ってるっていうのは、うんうん、でしかもあの糖質を1日3回取るなんていう文化はもうエジソンが有名になってからなんですよね。エジソンがトースターを売るために作った文化ですから。エジソンすごい影響力ですね、やっぱり。さすがすごい人ですね。すごい人ですね。そうなんです。この日本人でさえ3回糖質取んなきゃいけないんじゃないかって思い込まされてますから。はい。まあだからこれはもう本当に取らなくていいものなんですよ、実は糖質っていうのは。ああ、そうなんですか。はい、結局このエジソン誕生前なんていうのはもう糖質なんか定期的に取ってないですからね。あ、結局原始時代で農耕をしてなかったらもうその時にあの狩りをして取れたら食べるだけ で、はい、で狩りをして肉を食べるのと同時にどっかで果物を食べるなんてことしないですよ ね、 まず原始人は。でしかもそれが3食確実になんていうのは、はい、まずないので、人間はもともと肉とか魚とかそういう野生動物が食べれなかった時につなぎで果物を食べる程度の生き物なんですよね。ああ、なるほど。結局雑食ですから、はい、まあ、あの糖質もエネルギー源として使えるんですけど、結局果物とか野菜だけだったら生きていけないのが人間ですから、やっぱタンパク質が、はい、あの生き物から取らないとやっぱり無理が来るんですよね、はい、ですからもう非常用なんですよ本当は糖質とかっていうのは。もうなんかでもなんか糖分取らないとなんか頭が働かないとか、うん、なんかそういうイメージとか、うん、それも本当科学が今までは発達してなかったので、あの脳を動かすのはブドウ糖だけだって言われてたんですけども、はい、糖質から取れるブドウ糖だけだって言われてたんですけども、ただじゃあその原始時代どうやって脳を働かせてたんだって話ですよ ね、 すね、みんな死んじゃいますよね、はい、もう、はい、で結局最近 の、 あの研究のデータから、あの肉を、まあ、肉もとか油を肝臓であの分解してあのケトン体っていうものができるんですよね、はい、でそれがブドウ糖に代わるエネルギー源になるんですけど、はい、そ の、 あのケトン体っていうのは今までは脳を働かせることはできないって言ってたんですけども、はい、今は脳にそのケトン体をあのエネルギーとして使うっていうことがあの証明されているので、はい、あの結局脳がぼーっとしてても最初の1週間ぐらいなんですよ、あの糖質制限をした時の、はい、なぜかっていうとあのカイロがブドウ糖ばっかり言ってたんでケトン体うまく使えるようになってないんですよね。
ああそういう機能が低下してるっていうか、はい、覚えてないっていうか。そうなんですね、はい、結局ブドウ糖を使うルートばっかり毎回ブドウ糖を取りすぎてるんで、はい、ブドウ糖に頼ってる体になっちゃってるんですよ。その方が楽っていう体的にも。そうですね、で2週間ぐらいそのブドウ糖を制限してもらって、まあ糖質を制限してもらうことによって、あのちゃんとケトン体が回るようになるので、はい、そうするとケトン体がちゃんと脳に行くようになるんです、はい、でその2週間の間ってやっぱり糖質中毒なんで禁断症状が出るんですよ。アル中のビールが欲しいみたいな、ね、イライラしたりとか、はい、あともう糖がやっぱりもうケトン体もまだうまくいかないので、あの低血糖になったりとか、はい、あのちょっと手が震えたりとかって、それでみんなびっくりしたんですよね、はい、やっぱブドウ糖抜くと危ないんだみたいな感じで、はいはい、そう思いますよね。そうですよね。ただブドウ糖制限というか糖質制限を2週間しっかりやった経験がある人は2週間ぐらい経つと楽になるのも経験してるはずなんですよね。へえ。で実際僕たちもまだブドウ糖しか脳にいかないって言われた時にブドウ糖抜きのダイエットは知ってるんですけども、その時にやっぱり2週間ぐらい経つと何でもなくなるんですよ。あ、本当ですか。ああ最初の2週間だけなんですよ、辛いのは。へー。だからもうその時は科学的にはブドウ糖がないと脳は働かないって言ってましたけど、はい、実は2週間もブドウ糖抜いてれば、あの肉とか魚だけでも全然あのちゃんとすっきり脳も回るようになるし、イライラもそんなにしなくなるし、はい、あの実はその糖質中毒から解放される間なんですよね。浄化されるみたいな感じですか。そうです。あの結局アルコールが抜け切って、はい、あのアルコールなくても平気だっていうのに2週間かかるとすれば、ブドウ糖も大体2週間ぐらい中毒の期間があるっていう、はい、そういう考え方をするのがアトキンスダイエット、あの糖質抜きダイエットの基本なんですけど、はい、そこについては僕もかなりあの賛同できると思いますね。実際に僕の周りで実践してた人たちや僕の経験から言っても、はい、確かにその期間とその変化っていうのはあの実際感じられているので、はい、あの糖質中毒って言い方が一番結構適当な言い方かなっていう、実際に糖質中毒じゃないとしてもそう言うとちょうどいい状態になってますよね。ああなるほど、うん、じゃあその2週間を我慢するじゃないですか、うんうん、我慢する時っていうのは全く糖分取っちゃダメなんですか。そうですね、できればなるべくゼロに近い方がいいので、はい、あの本当にまあ例えば調味料に入ってる砂糖とかもちょっとシビアに考えるぐらいの方がいいんですけども、はい、ただまあ1日で 20g 以内の糖質を取ることに一応その炭水化物の糖質抜きダイエットでは、はい、アトキンスサーカスが言ってるんですけども、はい、まあそこまで厳しくするとできない人が多いので、はい、あの僕は普通のダイエットをする人にはそこまで厳しくしなくてもいいと思うんですよね、はい、あくまでも糖質回路からあのケトン体で回る回路に変わればいいので、はいはい、あの形としての炭水化物とか糖質、はい、例えばあの主食である麺類とか、はい、あの穀類とか芋類とかそういったものを食べないっていうことと、はい、あとは揚げ物とか衣がついてるので、やっぱあれも小麦粉なんで、はい、あの炭水化物になりますし、あと甘いもの、はい、ゼロカロリー の例えばコーラとかそういったものは糖質じゃないので大丈夫ですけども、ほうほう、甘いお菓子とかその形上も糖質って言われてるものさえ抜いてれば、はい、まあいいかなっていうところで皆さんにはやってもらってますね、うん、そこまで厳しくっていうか、まあ、メインの本当に強いものだけ抜いて、うん、そうですね、多いものだけ抜いて、はい、基本的にはそれでまあ大体2週間ぐらいで体質が変わる、はい、新しい回路が生まれるってことですか。目的としてはその体質を変えることなので、はい、20g っていうきっちりの規制をしてほとんどの人がつな続かなくなるよりはもうちょっと甘くしてあげて、まあ、大体の人が成功するような方を選んだ方がいいかなと思いまして、なるほど、僕は推奨しているのはもう2週間ぐらいまず炭水化物と思う糖質と思われるものはもう全部排除してくださいっていう教え方をしますね。なるほど、わかりました、ありがとうございます。まだちょっと今度2週間後どういうふうにしたらいいかと教えてください、ね、はい、はい、ありがとうございます。動画をご覧いただきありがとうございます。これからも定期的に、筋肉の発達の仕方とか、お腹を引っ込める方法、ダイエットを成功させる方法、スタイルを良くする方法、筋肉を太くする方法などを中心に、正しくて理論的な方法を
分かりやすく説明していきたいと思いますので、もしよかったらですね、この最後の方にこの辺に、登録チャンネル登録ボタンというのが出ますので、そこで登録していただくと配信した時に分かるようになりますので、ぜひ登録してみてください。これからもよろしくお願いします。